夏休み、家族連れでにぎわうのは札幌市の円山動物園です。券売所で様子を伺うと、山梨県から5人で来たというこちらの家族。キャッシュレスの D 払いを、早いですし、こう現金が足りないとかっていうのもないし、お釣りのもらい間違いとかそういうのもなくて、とても楽にできると思います。この動物園では今年5月からスマートフォンでも入園料を決済できるシステムを導入。今こうした行政のデジタル化が進んでいます。その中で全国でも注目されているのが北見市役所です。こちら北見市役所の窓口です。待合の方を見ますと、申請書や記載台はありません。通常市役所などの施設では転入や転居などの申請書や書類を記入する台が目に留まりますが、北見市役所には椅子がずらっと並びます。そのわけは、住民が申請書を書かずに住民票などの交付を受けられる書かない窓口を導入しているからです。実際に体験してみると。こんにちは。すいません、住民票の申請したいんですけれども。はい、それではまずいらっしゃった方のご本人確認させていただいております。見せたのは顔写真が入った運転免許証。身分証明書があれば、市民が申請書に記入することなく住民票を受け取ることができます。運転免許証1枚で住民票がすぐに手に入りました。また力を入れているのがワンストップサービス。ではこちら新しい学校の方に、はい、ご持参をお願いいたします。はい、わかりました。こちらで学校の方の手続きも終了となります。例えば転入届を出すとき、水道や国民健康保険、学校転入など複数の課にまたがる手続きを一つの窓口で済ますことができます。こうしたシステムは地元の企業と協力して開発しました。新人職員が窓口を体験してみたらという実験を行ったんですけれども、その中で記載台で用紙を書くことの難しさですとか、それを何度も職員に確認する手間があることが分かりましたので、システム自体は職員がゼロから作ったものになるんですけども、職員のやりたいや業務のノウハウがしっかりと詰まったシステムになっております。すごい便利ですよね。とっても使いやすくて、はい、時間短縮になるし、名前書かないでいいだけ楽ですよね。全国の自治体からも視察に訪れるこのシステム。道内では岩見沢市でも書かない窓口のシステムが導入されていて、今後さらに広がる可能性もありそうです。